はようございます。釣り子 TV です。この夏に投げてみたいトップウォーターっていうことで、気になっていた今活のメタルマウスがついにね、店頭に並んでいたので、一つ買ってきてみましたよ。こんな感じのね、パッケージで売ってましたね。で、お店に並んでるよみたいな各種 SNS を見てですね、いろいろ回って、でもね、結構このなんだろう、チャートバッグみたいな色が欲しかったんですけど、なかなかね売ってなくて、こちらね、マニアックスに行ったらね、ラスト1個でね売っていたんで、なんとか買うことが、できました。カラーはね、ストロングチャートっていうカラーみたいですね。メタルマウスっていうことで、で価格は1980円で買えましたよ。ね、こんな感じのねルアー、気になっていたっていうのは、今活のねホームページではね、以前に1回先行販売されていたんですよね。で買おうと思ってね、ネットをこう貼り付いていたんですけども、開始速攻でもう売り切れてしまってですね、買うことができなくて、まあなんていうか、こういう小粒なボディで何やらこういう ね特殊なパーツが付いていて、これは気になるじゃないですか。じゃあね、早速開封していきたいと思います。はい、メタルマウスということでね、こう出していくと、はい、あーなんかこういう感じのケースなのかな。ちょっと刺さり注意で開けていきたいなと思いますが、はい、出てきました。あ、まずね、小粒なボディな割に結構大きめな針がついているんだなっていうところと、このボディのところがね、細かいこう毛みたいなねデザインをなされていて、で気になるのがこの前方に配置されたメタルパーツ、これでねどんな感じのねアクションするのか非常に気になりますよね。背中はこういう感じでメタルマウスなんていうふうに書いてありますけども、でテールはねこういうフェザーが配置されていて、でね、何やらねここにね気になるお尻の穴があるんですよね。いやー、なんかねいろいろ気になるところがいっぱいありましたが、ね、この中にね、はい、こういう感じのねテールパーツがねついているんですよね。うん、まあこれはもう尻尾ですよね。だからここにつけるのかなっていうところで、早速ねどんなルアーかね、ちょっと裏の説明書きまずはちょっと読んでいきたいと思います。過去、数量限定のプレデビュー実績を得て、そのフィードバックから全てをブラッシュアップ、さらなる進化を果たしたオールニューメタルマウスということでですね、小魚をフィーディングバスの狩猟本能を刺激する高速スプラッシュの連続ドッグウォーク、そして水面のピンスポットでもがき逃げる小動物の柔らかな水押しテーブルターン、アングラーの狙い次第で2通りのイメージを具現化する2ウェイトップウォーターゲームを新生メタルマウスで思う存分楽しんでください。高速ドッグウォークでのフッキング性能とスプラッシュのキレをさらに向上させる2フック各フェザー仕様をデフォルト設定、メタルマウスのスプラッシュ飛沫をアップし高速首振りのキレも向上させた新型メタルマウス専用設計のバタフライマウスカップを採用って、これバタフライマウスカップっていうんですね。リアフックを外しオプションのエラーストマーテールをテールホールに通して装着すれば、リアルマウスシルエットの柔らかな小動物アクションにチェンジ可能。フックもスライスもせず、まっすぐ驚異的に飛ぶエアロダイナミクスボディデザイン。癖のつきにくい蛇腹式エラストマーテール2本付属っていうことですね。はい、そんな感じのようなね、説明書きがこの裏に書いてあって、で、長さがね、7センチで、ウェイトが15グラムだよっていうことで、先ほども言いましたけども、ストロングチャートというね、
これねすごい視認性が透明でも良さそうでいいなと思ってね。でちょっと気になるのがね、こう持ってるとね結構コトコトとしたね、重低音サウンドが出そうだなということで、こういうね、まあ、コトコト音というかゴトゴト音というかね、ここら辺にね重りの感じを感じますけども、結構ゴトゴトなるよっていうところですね。で気になるのはこれですよね、まあ、この感じはね、うん、この感じのもちろん釣れそうなんですけども、これねちょっと一本出してみますかね。はい、このねテールね、これをリアのフェザーフックを外して装着できるよっていうことなんで、早速ちょっとねやってみますかね。はい、持ってきたのはねこういうね、スプリットリング外しですけども、まあこういうのね指でやるとぶっ刺さることがあるので、はい、まずは針を外して、でここにねこういう感じの穴がついていて、でこの尻尾の形状なんでこの後ろから通して下に引き抜いていくって感じですかね。早速やってます。なんかねちょっとねねじりながら入れたら出てきましたよ。はい、こんな感じですかね。でこれをあー入った、いやーちょっと怖かったですけどね、無事に入りました、ね、こんな感じでいいのかな。はい、でこの余分なところはね、切ってしまっていいのかなっていうところで、よいしょ、ハサミ、はい、余分な長いところを、切りましたと、こんな感じかな。はい、ね、当初ね SNS とかではこんな感じのルアーでね、どうなんだろう釣れそうだななんていう風に見ていたんですけども、プレ販売の時と違って製品版にはこういうね、リアフックが最初は装備されていて、まあ、これは自分でねお好みでこういうモードにもできるよっていうね感じですね。まあこの感じですもんね、うん、この感じですよね。動画でねこれでダムなんかでトップウォーターでねボッコボコに釣っている動画なんかが上がっているので、まあ、それを見てね面白そうだな1個ね買ってみたいなと思ったんですけども、1つね買うことができました。で、まずはせっかく装着したんでこの感じね、これでちょっとねダム湖なんかで使ってみたいなと思って、でどんなタイミングで使うかっていうと、もうまさに今じゃないですかね。早朝とかにねこうまあ日中は結構だいぶ暑くなったりしますんで、まあそれでもボイルなんかしてたら、タイミングではねこれ、結構飛びそうなんで投入したいなと思うんですけども、朝方なんかにねこう魚の活性が高い時間なんかに、チャパ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 で、泳がしてこれでスプラッシュ出して後ろでこう波紋出してね、なんだ見切らせないようにこう高速でねちょこまかちょこまかねこうテーブルターンテーブルターンっていう感じでねして、それでね、誘い上げるっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけども、スプラッシュとあとはねこれのなんて減圧効果っていうかなんか見切らせないみたいな効果あるのかなっていうことで、でサイズ感がね非常に、大きすぎずかといって小さすぎずっていう感じでね、うん、ちょうどね投げやすい、通常のベイトタックルなんかでもね、投げやすい仕様じゃないかな。強めの PE ラインを組んだ、スピニングなんかでバヒョーンってね、飛ばすなんていうのもね面白いかもしれないですね。早速ねどんな動きか使ってみたいので、次回ね釣り行くときはね早速ボックスに入れていこうかと思うんですけども、こんな感じのね、パッケージに入ってますんでね、実況動画の方でも早速ねトップウォーターが効く今のシーズンチャレンジしてみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今勝のニュートップウォータープラグ
ね、メタルマウス、これを一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。